コーレルコーポレーションはカナダのオタワに本社を置くソフトウェア会社。ソフトウェア関連企業として大規模なメーカーの一つである。コーレルコーポレーションは1985年マイケルコープランドによって設立された。コープランドは当初コーレルを研究所として運営するつもりであった。実際、社名のカレルとはコープランドリサーチラボラトリーの略語である。 コーレルは1990年代のハイテクブームの追い風を受けソフトウェア製品コリルドロの開発販売会社として大きな成功を収め一時はカナダ国内で最も大きなソフトウェア会社となったコーレルは初期に投資した株主に莫大な富を与えたが成長は長く続かず1996年ノベル社のワープロソフト ワードパーフィクトを手に入れたことを契機に、マイクロソフト社との競争になり、結果的にその競争に敗れ、コーレルは多くの従業員を礼をオせざるを得なくなった。また、コープランドは、オンタリオ州証券取引委員会によって、査察を受け、同委員会の監視下に入った。ワードパーフィクト獲得に関して、コープランドは、ワードパーフィクトを、 コカ・コーラに対するペプシのような存在と信じていた。これは古典的な市場感ではあるが根本的に誤った認識であり、コープランドのソフトウェア業界の専門知識の欠如を示していると言える。というのもソフトウェアプログラムは食料品とは異なり互換性を維持することが最も重要であり、綿密な対抗策を練らない限りソフトウェア競争に 困難がつきまとうからである。仮に、ワードパーフィクトに、明確な利点や有意点があったとしても、ワードユーザーに対して、ソフトウェアの乗り換えを訴えていかねばならず、新規ユーザーは既存ソフトとの互換性を求めてくる。マイクロソフトは、新規出荷のパソコンにワードをバンドルするという、強行手段を決行。それを止められなかった結果、 当時相対的に高かったと言えるワードパーフィクトのシェアは徐々に低下していったため、ワードパーフィクトのバンドルを望む顧客の主張をきちんと確かめることも難しくなった。その後もペインター、ペインチョッププロ、ウィンシップ、ビデオストディオ、ウィンイード、ピナクルスタジオなど、多方面の有名なソフトを手に入れることにより増強を図っている。ワードパーフィクトの元開発会社であるノベルは、 2004年11月、マイクロソフトを独占禁止法違反で、ユタ州連邦地方裁判所に提訴している。ノベルの主張は、同社がワードパーフィクトクアットロプロを所有していた期間に、マイクロソフトがオフィス向けアプリケーション市場の競争を排除する行為によって、ノベルに損害を与えたというもの。シェアが当時50%あったものが、 高レル売却時には10%になっていた。2008年3月17日、米債高債はマイクロソフトの上訴を棄却した。マイクロソフトを提訴する資格があると判断した、下級裁判所の裁定がそのまま効力を持つことになる。2016年1月4日、マイクロソフトはマイクロソフトオフィスに搭載されているリーボンを許諾を得ず、カレルホームオフィスに使用したとして、 同社を訴えたまた彼らは2015年7月にオフィスに搭載されているライブプリーブ機能は彼らのリエルタイムプレビューの特許を侵害しているとしてマイクロソフトを訴えている。遡るとクアットロプロが初めて採用したシートをタブで切り替えるユーザーインターフェースをエクセルが真似た時のように訴訟合戦が今なお続いている。かつて 日本での販売は E フロンティアやメディアビジョンなどが代理として行っていた。2005年1月、東京都港区虎の門に下村圭一を社長として完全子会社の日本法人が設立される。それまでの企業体制はハードウェア会社へソフトウェアバンドルを許可、依頼することはほとんどなかったが、日本市場においてはワコム製品にペインターエッセンシャルズが。 国内製のパソコンにはウィンイ i ビデオストディオ、デジタルスタジオ、ペイントショッププロなどがプレインストールされることも増えた。2012年10月14日のペインチョプロ発売から2015年ビデオストディオ X8 の発売まで日本での販売、サポートは e フロンティアに委託されていた。2015年のビデオストディオ X8 発売から再びコーレルからの発売となっている。 一時期からカレルのウェブサイトは、corel.com スラッシュ jp スラッシュとカレル ssbb が共存していたが、2019年5月に ssbb が廃止されることとなり、corel.com スラッシュ jp スラッシュに一本化された。dtp テクニカルイラスト、カナダドル CG イラスト、rated, 写真編集動画編集、変換、オーサリング動画再生データライティング。 マルチメディアスイート圧縮、回答オフィス業務効率化ビジネスイグラフックスの日本国内での販売、サポートは2005年以降ンプラニングシステムズが行っている。日本未発売のものも含む。ありがとうございます。